ない。悪い奴はみんなそう言うわ。それに殺人鬼の時点で悪人でしょ。違うんだ。この呪われたハサミによって俺は悪魔になってしまったんだ。そのハサミを捨てればいいんじゃないの。知らないのか。呪われた装備は外せないんだぜ。俺の名はトット。呪いは666種の髪型をカットすることで解除されるらしい。適当にカットしたらいいんじゃないの。適当にカットしたペナルティで殺してしまうんだ。おしゃれな髪型でないと。面倒な呪いね。だからおしゃれな髪型の情報が欲しいんだ。でお嬢さんの髪をカットさせてほしい。大丈夫かしら。お嬢さんに危害は加えないぜ。もし呪いが発動して襲ったとしても簡単にやられたりしないだろう。ま、それもそうね。なるほど、こんな髪型もあるのか。Yeah.